はい、さあ、ここからですね、番組を続けていきたいと思います。ヒーロートイズライブという新しいショーでございます。This is a new show that we have, Hero Toys Live together with the Mr. Wakafuji. It's a weekly schedule, weekly programs, and every Thursday from 1 p.m. Japan Standard Time, and for 2 hours, and we have the privilege to have Mr. Wakafuji here, and then talk about his collections, his activities, and more toys, and then backstory about that, you know, behind the story about the older Tokusatsu movies and then what he knows about. All right, so, じゃあですね、第2部ということで、後半でございますが、お客さんからですね、チャットの人からですね、質問が来ております。Here we go. ですね、質問の方が、And asking Boop さんからの質問ですね。Ask him what his favorite piece in his collection is. まあいろんなコレクションがあって、まあどのスーパー戦隊も仮面ライダーもなかなかどれが一番というのは言いにくいところがあるかなとは思いますが、一番そのコレクションの中で自分が大事にしてるなっていうようなものがありましたら一つ紹介教えていただきたいんですけど。いや、一番大事にしてるのは。うん、愛し続ける心ですけど、キザに言うとね。もうちょっとやめようかな。いや。すごく座り心地が今悪かった、ね。いや、でもキザに言うとそういうことなんですよ、ね。なるほどね。あの、持ち続けないとダメですから、うん、もうだから、飽きちゃった。ネットで売っちゃったよとか、うん、結構、そういう方って多いじゃないですか。多いです。確かに仮面ライダー集めてたよね、はい、ああ、いや、もうやめて売っちゃいましたとか言って。うわぁ、うん。そういう気持ちにはなかなかならないんで、うん、持続し続けることが大事なんですけど、なるほど、まあ、一番大事にしているのはそれもう具体的に言うとやっぱりどうしても思い込みの強い1号ライダー2号ライダーの関連商品にはなるんですけど、うんうん、でもさっきもあの、ね、ライダースピリッツで言ってたけど、はい、好みってある日突然変わったりするじゃないですか。ありますね、ありますね。急にライダーマンが好きで、そういやちょっと、ね、ライダーマン関係集めようかとかそういうのがあるんで、一概にどれってどれとは言えないのか、うん、やっぱね、ある日突然その全然思ってもない女性が好きになったりもするじゃないですか、うん、はいはいはい、あれと同じですよね。やっぱりヒーローものも、うん、ある日突然目覚めて、うん、そっちに向かってコレクションが行く時がありますよね、うんうん、なるほどね、はい、恋してるわけですね。なるほどね。いや、一番大事なのは好きだと思ってる心ですよ。ああ、そうか。その心を大事にしてるわけで。そうですね。そうか、その心があるから若林さんいつもこの若いんですね。そんな、もうあのこっちの某局、某テレビ局に移った時に、うん、はい、そうですね。郵便局行ってた方が収入が良かったでしょうにっていう質問があって。あらら、はい。うん。うん、で僕が答えたのがだからお茶漬け食べてでも今の生活の方が楽しいからいいです言ったんですけど、かっこいい、なんかねそういう気がしますね。本当好きなんだと思いますね。なるほど、うん、もうちっちゃい時から一度も浮気なしにずーっとやってきましたからね、うん、ちっちゃい時ってどのぐらいからなんですか。もうそうですね、幼稚園頃からあのうちの祖父はまあ亡くなってるんですけど、うんうん、祖母の話を聞くとあのどこ行ったんやろかって言ったらその兄貴の部屋におるよって、はいはいはい、何してたかって言ったら兄貴の漫画本を出して、うん、ノートに模写してましたね。ああそうか、今漫画描きますよね。はい、あとそうだよ、鉄人とかを一生懸命模写してましたね。で小学校の低学年の時には休み時間になるとノートを出して漫画を描き始めるんですよ、うんうんうん、で先生が担任の先生が見つけて、うん、休み時間は外で遊びなさいって言ってるでしょって、天気がいいんだからって、はい、はいはい、って言って、うん、ノートを持って外へ行ったら先生がそういうことじゃないっていうぐらい好きでしたね。なるほどね、はい、みんなだから放課後ソフトボール今日やるぞって言っても
夕焼け子ども劇場再放送を5時から6時まで1時間やってたんで、ありました、ね、それ見たさに速攻家に帰ってましたから、はい、あわー懐かしいな、夕焼け子ども劇場あったな。であのレコードも今はそのヒーローものさっきヒーローもの集めてるって言いましたけど、はい、まあ、例えばあのヒーローものの番組見るときに間に流れるコマーシャルとかも全部見るじゃないですか、はいはい、ね、はい、今みたいにソフトじゃないですから、うん、放送なんで、うんうん、だその CM まで頭に残ってるんですよね。だからウルトラマンのレコード手に入れたら、うん、冒頭に、うん、あの武田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 も欲しいし、欲しい高速エスパーの歌の前にはやっぱり光る光る東芝っていうあのテーマがあって、終わった途端にエスパーの主題歌が始まってほしいんで、でもレコードにはあの部分入ってないんですよね。光る光る東芝とか武田武田武田も入ってないんで、そこの部分のレコードが欲しくなるじゃないですか。そして持ってらっしゃるんですね。持ってます、持ってます。すごい。コマーシャルソングも何百社となく持ってますね。コマーシャルソング、はい。You know, guys, you know, first of all, let me explain what he answered to the, your question, Group-san. Thank you. And you asked for, ask him what his favorite piece in his collection is. Like he says that it's very hard to say what is that, you know, favorite piece or, you know, in his collection. But,He answered right away that, you know, what is most he treasure is that the spirit and the heart that he loves of the collecting it. And this is something that he does not want to let it go. You know, there are some, seems to be the many people, many toy collectors, yes, they're out there, but it makes him sadden when he hear that, you know, they say, oh yeah, we sold that at the Kamen Rider toys, blah, blah, blah. And, you know, he doesn't want to do that. He doesn't sell. He doesn't sell his collections. And he does not make money of selling his toys. It's very totally different business that we do, okay?But, that's what he did, what he is. He liked to treasure. It's very important for him to have that the spirit and then, the feeling of love to collect. Okay. And that's something that he does. He have been doing it and he done it and he will continue to do. Okay. So, you know, I asked him that, you know, what was the first,piece of the toys, if he remembered, and but he does not remember, he didn't say that anything toys, but the, as like a kindergarten, and when he was in the kindergarten, he used to go to the, his brother's room and you know, take that brother's, or elder brother's comic book and then make that, you know, the copy and drawing the manga himself. Actually, he does the manga himself. Okay, he's a cartoonist also. And, you know, and so he loves it. In the elementary school that he used to, you know, during the break between the, those classrooms, he stays in the classrooms and take that and took out that his notebook, manga notebook. And then he always enjoyed drawing that, you know, heroes and many, many mangas on the, his scrapbooks. But the, his teacher comes to the, you know, him and then, you know, Wakafuji-kun, and then, you know, I always tell you that, you know, you're supposed to go out of the classroom during the break and then you should, you know, pray outside because it's you know, beautiful day outside and you should not stay in that, you know, classroom like this. And he says, oh yes, he agreed. And then he went out under the sun with his scrapbook. And he continues to draw that those mangas on his notebook. And then that's a very interesting story that he shared with us. And then, yeah, that's what he is. And then thank you for asking questions.And Primex07 asked, Mr. S, what was the first helmet that he bought in his collection? Ah, that's something we can ask. 質問をしておきます。Primex さんからですね、最初にこうやってヘルメットかも集めて、はいはい、最初に集めたヘルメットって何だったでしょうね。
最初やっぱり仮面ライダーですね。お、仮面ライダー、はい、やっぱ1号とか、はい、そうですね、うん、はい、で仮面ライダー1号 he corrected、 okay、 all right、 sounds like my teacher in elementary school ブープさんという方がですね、あ、そ、あの先ほどのクラス教室でのお話はね、あの僕の学校の先生の話みたいやっぱり外に出て遊びなさいとかね、やっぱそういうの言ってるみたいで、うん、いやで僕の場合だったらやっぱり僕は外に出てから本読んでるとこ、あ、同じですね、同じだよね、yeah, I know we agree that it's not always the sports、はい、ね、いつもねスポーツなんかしろとかそれだけじゃないですよね、そうです ね、 ね、やっぱクラスの授業の間にね、そう、そういうこと、だってそれはやっぱり休み時間なんでそうそうそう一番くつろげる時間にしたいですからね、はいはいはい、はい、yeah, it is the most important time for the, as a child, as a studentas a pupil, and then, you know, you do whatever you enjoy it, okay? Not necessarily do the sports outside, okay? Mm. It's very stereotype, okay? All right, そうね、このヘルメットってのは実際にこれ被れるんですかって。はい。被れます？被ってみます？いいですか？被っていいですか？やったー！ You know, I can wear that. ちょっとじゃあ被ってみます。東映さんに怒られませんかね？大丈夫さあ、それはどうでしょう、さあ、それはどうでしょう、怖いな、わお、ちょっと待ってください、はいはい、実際こうこれ、ちょっと生徒さんにきつかったよね、うん、顔がでかいからね、これ OK、 ちょっと待ってください、こちらが止まりました、ね、はい、髪の毛がん、アンダーの、あの、あれを被らないと髪の毛がちょっと出てますね。大丈夫、大丈夫。あ、キッズ Hello, everyone. Okay. So, I, actually, I can't talk. I don't know. これ、声聞こえてますか？聞こえてます。聞こえてます。Okay. So, yeah. So, thank you very much, everyone. So, I hope you like this one. これは、デンジマン。デンジレッドですね。デンジレッドですね。This is the Denji Red, not the Bioman. ああ、息苦しいですね。でもなんかすごいシュールな風景ですよ。はい、ね、この、そういうなんかジャケット着てからこうやって、じゃあ皆さんこんにちは。Yeah, so this is so hard to breathe. Oh, wow. And then I don't have much, you know, eyesight.And so, これでアクションする人たちはすごいね。そうですよ。ただあの人間って不思議なのは、はい、マスクをつけると別人格になりますよね、はい、こうポーズとかもなぜかやっぱりヒーローになっちゃいますよね。なるほど。それでだってすいません、このこと写真撮ってやってくださいとちゃんとヒーロー座りするでしょ、大体とかこうガッツポーズとかどうしてもやっちゃいますよね。そうそうそう、ね、なりたくなりますよ、ね、なりたくなりたい、なりたい。 So wearing the mask is very interesting, you know. Anyone wear the mask and then, ask to be the hero and then the people will do all the action poses and then, it's kind of interesting. Makes that, you know, your character totally different. ちょっと気に入ってるでしょ。なんかすごく気に入ってるんですけど苦しいんで撮ります。まだ。あ、いや。また元に引っかかってますね。OK。はい。おお。ああ。これは熱い。でも癖になりそうでしょう。ダイフバン。I don't think I can do this. いやー、もうなんかミスター S、清家さんこれいつもやってるショーはこれでやってくれるといいんだけど。無理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 、絶対無理。Wow, that's so hot. あ、これはすごい。それとやっぱ匂いがありますよね。あ、理系剤の匂いだと、いろんな匂いがね、こもってるんで。ねえ、これはよくこれ着てたなぁ。すごい、改めてスーツアクターの凄さを。I just realized that how suit actors great do the actions within, I mean, in this helmet and the costumes. Wow. これはまだあの戦隊ヒーローとかはまだいいんですよね。うん、
涼しい部屋に入ったら なんとなく涼しさを感じるんですよ、うん、あのウルトラマンのスーツだけはもう皮膚呼吸も奪われるんで中でねもう戻しそうになっちゃいますね、酸欠で。で、ああもう暑いですからクーラーが効いた部屋入ってくださいって入れてもらっても、あこれクーラーが効いてるのわからないっていう、まあ、ウェットスーツなんで冷たい水に入ってもある程度それはわからない、ね、そうある程度耐えられるようになってるんで、うん、なるほど、これは苦しいですね。うーん、前にウルトラセブンショーをやった時に、はい、半日ぐらい体調が戻りませんでした。え、やったってのは、まあ、ちょっと、はい、頼まれてやったことがあるんですよ。え、本当？まだ痩せてた時代に。そう、もうね半日ぐらい体の調子が悪かったですね。そうでしょうね。これは大変ですわ。You know, the, wearing a helmet like this and being a suit, it's very tough. But what is even tough is for the Ultraman suits actors. Okay, for the Super Sentai and Kamen Riders, maybe it's okay because, you know, wearing the, there are some necks and some space. And then our costume itself, the material was very thin.So it's okay. But when it comes to the Ultraman actors, no, their suits are different, like a wetsuit, right? For the diving, it's same materials they use. They're thick, and there's no way that air comes in. So, and he told me that once he did that, you know, Ultra 7 show when he was younger, right? He had a chance to be on the stage.And he wore that, you know, Ultra 7 costumes. And then, you know, after the show, you know, half day, he didn't feel very well. And he was sick, okay? So because it's very hard to do the actions and be in the show, I mean, that, you know, those, you know, wetsuits. So, yeah. Okay. All right.そして、今日ですね、ちょっとこういろいろおもちゃまだあ、まあ、ちょっと開けてるんですけど、ちょっとご紹介してないおもちゃが持ってきてるので新しいおもちゃですから、はい、ちょっと若林さんと一緒にですねご紹介できればなと思って持ってきてます。 So, you know, since that this is the Hero Toys Live and I'd like to bring that some of the toy unboxing and then I really like to you know share that with the share the experience with the Mr. Wakafuji here. So I have the special toys here. ちょっとこれ動かしてもらえますか。でそちらの方で、あどうぞ、そのここでもいいですよ、ここでもしよかったら、はい、落ちませんよね。 All right, and so first item I like to show him is that you know Kamen Rider Kabuto. Okay.仮面ライダーカブトはご覧になりましたですか。ちょっとだけ見ました、ね、はい、はい、でこれが、一番最新 の, あの SH フィギュアーズなんですけど、まあ、バンダイさんがですね真骨頂製法っていって全くその骨から作ってあのパテを塗って、まあ、元 の, あの型ですよねを作ったというかなりあの入れ込みの激しい、新製品なんですよ。で非常に評判が良くて、でちょっとこれ箱自体も変わったんですよ。でちょっとね箱をちょっと前の箱がありますので紹介しますね。前のやつがですね、後ろなんですけど、これですね、今まで SH フィギュアスのこんな感じだったんですね。はいはいはい、はい、でもう随分その箱の高級感も随分変わってきて、この菓子箱みたいな、ね、ちょっとこう京菓子みたいな感じのイメージになってきております。で、ちょっと開けております。あ、まず最初にねオリジナルのオリジナルというか最初のやつをね若星さん見ていただきましょう。 I will show him the first SH figure character to him.よちょっとこう手に取って見てください。こんな感じでございます。こういうフィギュア重いですね。結構ね重いですよ。こういうのはあまり集められないですか。集めてないですね。ね、高いじゃないですか。高い、確かに高いですね。今の本当コレクターやマニアの方って、うん、
結構受難の時ですよね。ああ、そうそう。おもちゃを手に入れるためには、おもちゃを手に入れるために、僕ら頃は一生懸命足で回って探し出すっていう作業で済んだんですけど、今はとりあえずおもちゃを手に入れようと思えば、どうやってお金を捻出するかをまず考えない。考えないと集められないですよね。なるほどね。No, he does not correct that these toys because it's very totally different. Okay, and the reason is that you know he says that collectors nowadays it's very hard time for you guys and for us, you know, for everyone, because that you have to pay so much money on that these toys, and this is like.これだったらですね、当時っていうか、これもちょっと経ったんですけど、これだったら3000円ぐらい。高いですね。3000 yen。いや、3000 or 3500 yen, something like that. で、これがそうですね。で、こちらがね、今5000円なんですよ。倍ぐらいですね。But more, and this is more like a $50, and it used to be, this one used to be like a $30 toys, and this one is a $50 now. And so, let's see the difference.はい、あ、中身一緒、はい、一緒、なんとなく違い分かりますか。あ、なんか色使いとか違いますね、okay. そうですね。 Alright, so I'd like to just bring that change the camera and one second. Okay, there you go. で、あ、でもね、うん、これね、はい、倍近くしても、うん、こっちの方がいいですね。やっぱりそうです、体の安定感も違うし、うんうん、すごい人間の体つきに近くて、そうです、見た目が随分いいですもん。違いますよ、こっち側ね、アニメ体型ですねなるほどなるほど、はいはい、アニメ体型で、はいはい、こっち側はね、本当に着ぐるみっぽい、実物に近いし、そうなんですよ、すごい足が安定してて、そうなんです、そうなんです、くるぶしの構造が、はい、これはですね、やっぱりあの作り方がやっぱアップグレードしたということもあるんで、 well, according to the his you know, comment, I really like that、you know, even you pay the, maybe twice as much and this the new capital、with the new mold is worth to pay for it becauseTotally different, and then he says that you know this the original one, original Kabuto is somewhat like a animation style. See that? Yeah. The balance is not so good, and then all the molding and the design. Maybe his head parts is a very ちょっと小さいよね。ちょっとね。小さいのと、ね、よく見ると、うん、マスクは心臓系になってて。うん、あの目の複眼の表現が随分細かいですよね、うんうん、あ、そうですね、こっち粗いんですよ、あ、本当だ、あ、違う、こっち細かく複眼になってるでしょ、いや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 、やっぱりね、高くてもこ、うんうん、どっちか一つよって母親に言われたらこっちって僕こっちって絶対言いますね。いや、he made a very good point here and I'd like to show you that、the Kabuto's eye, this is the original one andWhen you see the original Kabuto's eye design, you see the dots, right? They, both of them have their kind of, you know, plastic cover, transparent plastic cover on the top. And, but the, his eyes are rather kind of rough designs, okay? You can see all the dots, kind of big dots too. But when it comes to the new mold here, Kabuto, see that? さっきからね、わりかしわざと揺らしてるんですけど、こっち揺れ大きいですもんね、やっぱり。そう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 。Yeah, and then you see that his eyes are more complicated and a small dots, more like a very cross designs to, you know, the original suits, original suits, okay? And you've probably seen that, you know, these design, you know, these two figures are shaking when you touch that, you know,tables, and this one, the traditional one, is kind of, you know, shaking like this, but this does not.
you know, he is more stable and so looks very, very good. So according to the here, Mr. Wakafuji says that, and when you are at the toy shop, when you are at the toy shop and together with your mother, and then if she asks, if she says, well, you can only take one, and then you, the child, or either you probably take this. Shinkocho mold. Yeah, this is far more better, and you know, twice as much the price, but it's great. これだってね、あの、何を見せられるか打ち合わせもしてなかったし、これもう見た目でパッと言いますけど、はい、こっちの方がいいですよね。ですよね。うん。これちょっと人間が来たらこういう体験にならないですよね。そうですね。You know, the, like, we didn't actually, I didn't plan, I didn't talk about, we didn't talk about what we, to show, what to show the, these figures. So this is the very first time for him to see that these, you know, actual SH figures like this. And, but, so he can tell you that how totally different these two items. これね、手に取って見てみると、なんか別物ですよ、全然。そうですね。これちゃんとここ墨入れがしてあるんですよ。そうなんです。段のとこ。うん、で、ここにね、留めの金具までモールドされてたりして。はい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 。これなんか別物ですね、全然。It's, these are totally two different items. And, you know, he's very impressed that with that how detailed that these, you know, new kabuto was designed.ですね、であとですね、僕らが非常にここ気に入ったのは、すごい、あの、この、この箱にですね、大体その手の交換のね、手首っていうのがこのぐらい入ってるんですけど、はいはい、これって開けるときに飛び出すんですよ、開けるとバッカーンとかでいったら、バーン飛び散っちゃうんですよ、でもうそこだけでもうはや、その、なえちゃうんですけどね、こちらはこういうふうにですね、綺麗にまとまってるのと一緒に、はい、あの超合金魂のパーツに似てますね。あ、そうなんですか。はい、あれそういう入れ方なんですよ。こういうふうにですね、全部手がまとまってるんですよね、パーツとして。So, この開ける時のその体験、経験というか、おもちゃをね、それもちょっと変わってきてますね。なんかこれ見ると進化してますよね。すごいです。はい。ねえ、本当にもうね、おもちゃのなんか内容は変わってきて、全然別物ですよね。This, these two are totally different. It's a, both of them are same SH figures line, but これは違いますよね、本当。でもまあこうやって淘汰されていくんですよ。そうそうです。You know, it's always upgraded, you know, more improved, and so, あの、こうやってね、あの、だん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 良くなっていくっていうのはもう世のね。で、これ買っちゃった人は今度逆に骨董価値を見出していく。そうですね。大丈夫大丈夫。うん、そうね。これ、ね、僕が持ってるのは初期ですよね。ねなるんですよ。そうそうそう。I think, you know, if you have the, the original one, and it's still good, you know, don't worry about it. Only you can buy this new one at the Sea Storage International, I guess. But, you know, it's still good, and, you probably want to keep that, you know, this one also.ね、まあ非常にね、成功にでき始めてきております。はい、まあこれがですね、一つちょっとぜひご紹介したかったんですよ。そう、僕らが仮面ライダー1号2号頃にはね、はい、もう似ても似つかないようなソフビとかね、そう、最初の頃ってすごかったんですね。これがライダーかよみたいな。Yeah, yeah. We remember that, you know, when we are child and we used to hold that, you know, soft vinyl figure of the Kamen Rider Ichigo. The first Ichigo soft vinyl figure was, どういう感じだったのかな？ちょっと太った感じ？等身が低くて、で、あの、色塗りがスプレーとかじゃなくて、内職の人がペチャペチャ、ペチャペチャってこう、担当して塗ったかなみたいな液だれしてたり。Okay, so there are those days, the, those figures are painted by hands, roughly painted, and then, the style was not like this. ね、はい、大体もうなんだろう、
ちょっとは足短かったの、すごい、すごい短かったの、4頭身、Maybe, you know, that's maybe three-third, and I mean, it's a very short figures in compares to the real one. And so that was... 所詮子供騙しなんで、そうですね。あの色が塗ってあるのは前だけとかね。そう、後ろはない。後ろ一色ですよね。後ろはない。成形色のみみたいな。こんなおもちゃが当時あったら爆発的に売れてますよ。もうすごかったでしょうね。はい、で僕これがね、すごい気に入ってるのは、このキックをした時のですよ。ほら。ポーズがすごく決まるんですよね。その人間がキックした時の。で、ね、ちゃんとね、立つんですよ。とかと言ってもらう、立たなかったらダメだよ。知らん？ね。だって仮面ライダーだったらキックは必ずやるやつがいるだろうと思って、特に気をつけてますよね。そう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 。これができちゃうっていうのはさすがですよ。まあ、体のバランスがうまくいってるんですよね。うまくいってる、うまくいってる。出ないとこれができないですね。うん。So I was, you know, very much interested in、これ若林さんがね、まあ5スター、5つ星でそのあの手つけるとしたら何個くらいですか？難しいなぁ。5つは尺だからやりたくないですね。絶対そう言うと思った。いや、でも実際は5つ星超えてるぐらいじゃないかもしれないね。かもしれないね。うん、うん。Yeah, I just ask him the, you know, what he gives for the, you know, what kind of star, how many stars he gives.